おしゃれ魔女ラバンドビリーチャンネル始まりました。すごい人の声がいっぱい聞こえる。皆さんこんにちは。こんにちは。すごいめっちゃ快感気分が良いです、はい、本日進行を務めさせていただきますセガ社 EMC の堤です。よろしくお願いします。お願いします。はい、同じく進行を務めさせていただきますセガ社 MC のかんちゃんです。よろしくお願いします。はい、この番組はおしゃれ魔女ラバンドベリーの定期番組となっております。おしゃれ魔女ラバンドベリーにまつわるさまざまな情報をお伝えしていきます。当時遊んでくださっていたからまだラバンドベリーを知らない方まで、全ての皆様にお楽しみいただけるようラバンドベリーの魅力をたっぷり、お届けいたしますので、ぜひ最後までご覧ください。ということでね、今回ちょっといつもと配信の背景違うかなって思うんですけれども、はいね、今日はね、なんとラブ&ベリーミーティングというところことで、あの30名のお客様、皆様 ご招待させていただいて、セガの本社大崎からお届けをしております。はい、皆さんもう一度挨拶しましょうか。こんにちは。こんにちは。わー、すごい嬉しい。配信の方にも皆さんのね、元気が伝わってるといいなと思います。はい、はい、じゃあ早速ですね、今回もラブ&ベリーが大好きだというゲストの方に来ていただいております。はい、ちのぷぷ、ちのぷぷです。よろしくお願いします。はい、お願いします。こんにちは、古森もぐです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。かわいい、フレッシュですねあれ、T シャツが、お、そうなんです。今回ね、ラブ&ベリーの T シャツ着てます。かわいい。寒くないですか？大丈夫ですか？確かに半袖で 寒そう。いやもうね、気合十分だからね。そうだね、もう愛で熱々だからね。そう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 、今日はあちちあちちですか？あちちなんで。じゃあぜひね、そのラブベリー愛を皆さんとねにもね、ぜひお届けしていただければなはい、思います。お願いします。はい、ということは、その T シャツを着てるということはもうラブ&ベリー大好きということでいいですか？かなり大好きです、はい、うん、あの私これ今日私物なんですけど、あの当時使ってたあのラブベリーのカードケースも、はい、すごい、まあ、多分2004年から2005、6年ぐらいのやつなんですけど、はい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 、だってその時何歳よ？5歳ぐらいとか。そうだよね。そう、5歳は結構小さめだったんじゃないですか？小さめ小さめ、あんまり記憶はないんですけど、多分もう音楽とか聞いたら本能的に懐かしいなってね、タンバリン叩き出しちゃうかもしれないです。よろしくお願いします。タンバリンね。そうなんだよ。タンバリンといえば、タンバリンといえば、実は本日オフ会を、ラブ&ビリーミーティングを開きながらの配信となっているんですけれども、来場者の方にこのミニタンバリンのお土産を実はお渡しさせていただいてるんですね。はい、すごい感謝になってる。そうなんです。ミーティングのために特別にね、作らせていただきました。そう、皆さんも、はい、お持ちですね。はい、完成の代わりにシャン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 ってなってます。はいね、ラブベリーといえばって感じで、結構皆さんタンバリン、あの思い浮かばれる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、あと今回のミーティングではこちらのタンバリンを使っていただけるようなコーナーもご用意しておりますので、ぜひ、ね、皆さんにもお楽しみいただければと思いますし、配信の皆さんにもね、あのもしお手元にタンバリンがあれば、あの叩いていただけるようなものがあれば、タンバリンがあれば、あんまりないよね。タンバリンがあれば、あの鳴らしていただけるものがあれば、一緒に楽しめることも実際ありますので、そうですよね、お手元にご用意ください。はい、もぐさんはもうあれですかね、昔のグッズは。そうですね、もう小学校上がる前ぐらいで結構家探してきたんですけど、ちょっと悔しいですけど。そうですよね、私も仲間なんです、ラブベリーロス組。なかなかねなかなか結構皆さんもこう売ってしまってもう悔しいって方とかもね、結構 SNS とかでやっぱ見られますし、逆にすごいよくあの持ってるのがすごく、結構コレクター気質があって取っといちゃうんですよね。昨日とかもシナプの家泊まってたんですけど、一緒にこう見ながら、わこれ懐かしいとか、そう DS であの一緒にゲームをして、そう DS ね、一緒にゲームをやって泊まってたって結構仲良しなんですね。そうですね、一応仲良しの手でやらせてもらって、はい、なるほど。じゃあその仲良しのも後ほどねチェックさせていただこうかなと、なんですかね、思いますので。そうなんです、あの本当にお二人の仲良し度を測れるコーナーっていうのが実はありますので、ね、皆さんにその力を見せていただければと、はい、思います。頑張りましょう。はい、じゃあいきますか。はい、
放送中の、はい、X の投稿をちょっとお願いしたいなと思っております。はい、スライドを見てくださっている方、はい、この放送中の方で、放送中にはぜひ皆さん X の方で、ハッシュタグラブ&ベリーをつけてポストをぜひよろしくお願いいたします。さらにラブベリー公式 X インスタグラムのフォローもぜひまだしてないよって方はよろしくお願いします。はい、それでは番組スタートしていきましょう。最初はこちらのコーナーです。ちなぷぷさん、タイトルコールお願いします。はい、いきます。はい、はい、いきます。ABC で大丈夫でラブチェック。イエーイ、すごいタンバリンでシャンシャンしてる。よかった、当てた。いい使い方、あ、いい、タンバリン、いい使い方ですね。すごい安心感がある、嬉しい。タイトルコールありがとうございます。11月30日に任天堂スイッチ版サンバデアミーゴパーティーセントラル、メタクエスト版サンバデアミーゴバーチャルパーティーにラブ&ベリー楽曲の ABC で大丈夫が、ダウンロードコンテンツかわいいミュージックパックに収録されました。はい、あのもしもう遊んだよって方いらっしゃったりします？これはいらそうな雰囲気ですね。あら残念。じゃあちょっとここで宣伝させていただいて、いいなと思った方ぜひ購入ボタンを押していただけますと嬉しいなと思います。はい、はい、ということでですね、今回はゲストのお二人にぜひ ABC で大丈夫、サンバデアミーゴを、遊んでもらいたいと思います。お、やった、楽しみ。面白そうだもんね、あれね。はい、ただしですね、普通にゲームしていただくのもちょっとなと思っておりますので、はい、先ほどお伝えした通り、はい、お二人の仲良し度ですね、ここで測らせていただきたいなと。いや、まあでも言っても、まあね、仲いいですから。そうだね、結構ね、長歴長いしね。あ、何年ぐらいなんですか？あ、言うて1、2年。なんか言うてね、落ちが言うてね、言うて1年の濃さがすごいんですよね。まあね、そうですね、お互いね、そうそうそう、ね、頑張ってますから。うなずいてる方多いですけどね、やっぱ皆さんもね、やっぱモード大事だよね。ね、はい、これから2人にはですね、 ABC で大丈夫の曲に合わせて、サンバでアミーゴラブチェッカーというものにチャレンジしていただこうと思います。ラブチェッカーという機能はですね、2人の相性診断をするモードとなっております。はい、2人でですね、シェイクをシンクロさせ、画面中央のハートを合体させたり、合体ポーズや枠が合体するなど協力プレイが求められるゲームモードとなっております。はい、で2人のですね、ラブ度が 70% を超えたらプレゼントが。お、プレゼントなんだ。ありますよ。本当ですか？あります。何がもらえちゃうんだろう、気になるな。70% 超えましたら、こちらのサマダアミーゴのカセットをソフトをですね、お二人にプレゼントさせていただければなと思います。嬉しい。ちょっとそれは頑張るしかない。70% だよ、でも。70% ならいける。まあまあまあ、うちらので 100% 長いから。そうだ、 100% だもんね。そうそう、うちらの言えますけれども。私たちに嘘偽りはないということで。はい、すごいなんか苦笑いで喋ってましたけど。ちょっと ね、正直あのリハで一回やったんですけど、ちょっと微妙というか、数値がね、なかなか難しくて。まあ、でも本番で成功するのがうちらだからね。そうなんだよ。まあ、でもこれあくまで超えたらの場合ですからね。超え、はい、超えなかったら罰ゲームです。うわ、最悪。なんですか、罰ゲームな。いや、まあ超えないことはないと思うんで。まあ、まあそうなんですよ。超えなかった時に何の罰ゲームかお伝えさせていただければなと。あー、わかりました。怖準備できないの怖いね。うん、やべー。はい、ちなみにお二人、あのサンバデアミーゴね、先ほどあのリハーサルでプレイされたってことだったんですけど、どうでした？はい、やってみてどうでした？すっごいでも楽しかったが、うん、ちょっと点数が低かったから今すごいドキドキしちゃった。そう、実際ね、なんかやっぱダンスだからすごい楽しいんですけど、うん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 、ちょっと難しい。はい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 、やっぱりどう動いたらどう判定されるのかとか、ね、しっかりこう、え、そう、ちょっとキレが大事だ。キレがね、そう、キレが。ぜひね、あの皆さんいらっしゃるのでね、あの歓声も受けつつキレをね倍増させていただければなと、はい、思います。ちょっと頑張らないとね。キレキレで踊りましょう。はい、じゃあですね、対決の前にちょっと一旦それぞれの実力の方を見させていただければなと、はい、思いますね。実力、はい、実力のほど一旦ね、はい、あの好きな楽曲でプレイしていただければと思うんですが、はい、じゃあモグさんの方からいきますか。私が、はい、はい、じゃあちょっと前の方にお願いします。頑張れ。すごいね、これ結構ね、お客さんと距離が近いから。そうなんですよ、そこに一番緊張する気がするよ。私はリハーサルよりすごい
プレッシャーを感じた殴らないでくださいねお客さん。はい、じゃあちょっと好きな楽曲と言ったんですけれども、ちょっといっぱいあって難しいかなと思うので、私の方から楽曲指定させていただければなと思います。じゃあまずはみんなが知ってる曲で遊んでいただこうかなと思いますので、フーガと短調という曲を選択していただこうかなと思います。ちょっと好きなボタン一旦押していただいて、すると1で多分ね、聞いたら分かりますよ、聞いたら。あ、出た、これ。あ、リズムゲームでお願いします。で、今 ABC 流れてるんですが、はい、一旦フーガをちょっと探していただけますか。すっごい画面見てます、今曲数宣伝みたいになってますけどね、今ちょっと違うんですよ。あ、でもいっぱい入ってますいい曲が、これこれこれが乗るんだよねみたいな曲たくさん入ってるので、ぜひ。全然出てこないな、フーガふ、ふ、お、あ、いないいないいない、フーガ、トッタンチョ、こちらで一旦ノーマルで遊んでいただきましょうか。いいね、行きます。あ、わわわわわ、よし、頑張れ。うわ、怖い。頑張ってください。ちょっとね、緊張感ありますもんね、皆さんね。実力はいかに。曲調も相まってるね、ちょっとねあ、でもすごい、今のところ、はい、おぉしっかりと。あ、やばい、何これ、パンだけ。あ、むずいむずいむずい。え、でもいいよ、パーフェクト出てるよ。え、だって、え、めっちゃパーフェクトだよ。これノーマルなんですけど、これ多分ね、見てくださってる方わかると思うんですけど、結構体動かすんですよね。ちゃんとした運動になります。やばい、すごい叫んでる。どうだ、いいですよ、できてるよ、できてるよ。観客の皆さん、応援、タンバリンで応援していただいても、できればタンバリン叩いてもらえるとなんか盛り上がってる感じが出るので、あ、そう、あ、それで合わせて合わせてリズム取りやすい、タンバリンめっちゃいい。おしゃれ魔女はリズム感がいいですね。かわいい、かわいい。あ、むずい、かわいい、かわいい、かわいい。何が、でっけぇ、でっけぇ、譜面が大きくなりました。なんかね、ランダムで何かが起こるモードですよね、あれはね。すごい、皆さん、タンバリンでちゃんとリズム取り直してくれるんですね。すごい、はい、はい、すごい、この場面めちゃめちゃ上手くないですか、上手い、上手い、ノブさん。すごいすごい、でも、あっと、いいちょっとですね、曲、下の方にバーが出てます。すごい、皆さんのタンバリンと一緒に画面左にいるアミーゴくんというサールがすごいマルカス振ってます。ニコニコしてる。最後、あ、ラスト、いい110コンボ、すごい、いい盛り上がり。あ、すごいすごいすごい、タンバリンいい、すごいすごいいい結果がね。二の腕に来るわ。二の腕に来るんだ。そう、ノーマルでしかも笑かしたら94%。S だって、すごい、うまいじゃないですか。やった、すごいわ。すごい、見事なプレイングを、ね、見せていただきましたね。リハーサルの時いいとこだったね。いいからです、すごい急な上達。はい、ありがとうございます。これちょっとシナプスさん荷が重いんじゃないですか。ちょっとハードル上げないでもらいたい。はい、ありがとうございます。じゃあ交代でお願いします。お疲れ様です。そしたら、ちなぷぷさんは次の曲は、はい、セガの特徴的なキャラクターであるソニック、青いハリネズミ、はい、ソニックの、曲でちょっと遊んでいただこうかなと思います。はい、全然準備していただいて、このお二人の足元ね、ミニスカートにルーズソックス、白黒なんですけど、お二人これ私合わせてきたのかなって思ったんですよ。
したらたまたまらしいんです。本当に偶然。すごいですよね。めっちゃ可愛いって思って。まさかのね、はい、シミラールックでした。ね、仲良し。いますよ。そう、ラブソックスね、今日すごいたくさんいらっしゃるんですよね。確かに。私もそう。可愛い。なんてくればよかった。可愛い。同じじゃない？何が？え？でも私し、海外サイト。私もですよ。あ、マジですか？じゃあ一緒じゃん。海外サイト。海外サイト。知っていた。危ない危ない危ない。気をつけて気をつけて。可愛いでも。はい、じゃあちょっと次へを押していただいて、はい、エスケープフロームザシティという、はい曲を探していただこうかなと思いますので、はい曲を選ぶで、はい、できんの、ね、知ってる方もしかしていらっしゃるかもしれないんですけど、すごいノリノリのねソニックらしい楽曲です。英語なのでエスケープ E E を A B C D E じゃあちょい上の方ですね。あ、今あった気がする。こちらになります。こちらもノーマルで遊んでいただきましょうかね。はい、あ、大丈夫ですか。ノーマルで確かにモフさんノーマルやってたもんね。結構ノーマルでも良かったですよ、さっき。ノーマルで行くの。しかもマラカスまだまだだって4つですよ。あ、そういうことするんだ。そういうこと。そういうこと。じゃあどうな、ハードとクレイジー、クレイジーをやらせるつもりですか。あげるね。クレイジー結構面白いですよ。本当ですか。ボロボロになっても知りませんよ、ね。クレイジーになっちゃったじゃん。確かにクレイジーなうちのパクさん見たいよね、みんなね。皆さんも一緒にクレイジーになってくれる。あ、みんなでじゃあクレイジーにね。ならしょうがない。いや、いいですね。なら良いです。クレイジーモードでエスケープフロムザシティお願いします。怖っ、待って、音楽もあまりわからない。緊張してきた、こっちまで、はい、あのノリノリの曲なんでね、ノリをイメージして。ノリをイメージ、ノリをイメージ。すごい、隣のソニックがノリノリにステップ踏んでます。はいはいはい、もう速攻サンバに叩けるのすごい、みんな。はいはい、これ合ってる、合ってる、合ってますよ。うまいこんな動き、ほんとにこんな動きリハでやってない。ポーズ、すごい、すごい、いいすごい、いいぞ、いいぞ。はい、ずんずん急に落ち着いた動き。あらららら、待って、これ分かんない、分かんない、待ってますよ。見てる、見てる。よし、クリアしましたね。これみんなに合わせるけど、合ってる。みんなのリズムが合ってるから大丈夫です。ポーズ、これ配信を見てる皆さんはタンバリンの音どう聞こえてるんですかね。確かにタンバリン、私はそうなんですよ。今日ね、コメントが読めないからごめんなさい、皆さん拾えないんですけど、コメントどうかな、ここかな、あ、ここすごい連打がすごい、ソニックキレキレに踊るんですね。そうなんですよ。ちなつさんも負けずと踊ってますよ。かわいい、ポーズめちゃめちゃかわいい、結構激しい動き。そうなんですよ。はい、あ、待って、これむずい、これむずい。その動きかわいいですよね。はい。でも結構スコアいいんじゃないですか、これ。え、すごいんじゃない、すごいんじゃない。お、え、すごい、今マックスに、すごいんじゃない。動きがどんどん元気出てきた。かわいい。あ、ごめんなさい、コメント拾えますちょっとね、位置がいつもと違うところに来てしまった。かわいい、かわいい。後ろのアミーゴくんとソニックもノリノリで踊ってます。あの、これ結構瞬時にポーズ出てくるのに対応してるシナトプさん、すごい、すごい、すごい、対応力が、かわいい、かわいい。あとちょっとラストスパートだよ、頑張れ。お、やったー、お疲れ様でーす。結構頑張ってた、頑張れてた、すごいかも。どうかな、汗かいちゃった。クリアした、まずクリア。お、でも B、 あ、すごい、でも B なの、すごいです。クリアしただけ褒めてください。いや、すごい、すごい、すごい、上手でした。キャンバリンの声が温かい、結構あの消費されません。汗かいてますよ。そう、あのぜひね、あのお正月とか皆さんで食べてちょっと、はい、あ、やっちゃったかもと思うときは、うん、ぜひこのサンバデアミーゴプレイしていただければあっという間に
多分消費されます、ね、マジでみんなでやったら盛り上がると思う、はい、それはそうですね、ぜひクレイジーモードを頑張ってください。はい、はい、そのチェラップさんありがとうございました。ありがとうございました。お二人すごくお上手でしたよねー。じゃあもう相性チェックは余裕のよっちゃんなんじゃないんですか。これはいけるんじゃないか。そうね、まあ、S だったしね、うん、クレイジーモードクリアしたしね、ね、まあでもそことは別じゃないですか、ぶっちゃけ相性って。そう確かに。そう、上手い下手じゃなくて相性なの。相性だから。多分2人で協力するモードとかがあるんですよね、うん、そうです、まさにそういうモードがあって結構2人の息が合うかが本当に大事なモードなのでそこですよね。はい、まあまあまあ、頑張っちゃいましょう。頑張りましょう。はい、大丈夫ですか。一息、お水をぜひ一回ね、うん、一旦ちょっと休憩いただいて、はい、皆さんにもお配りしたセガ水です。ぜひ後ほどご賞味ください。はい、ありがとうございます。あ、セガ水美味しいですか。美味しいです。ありがとうございます。会社に伝えておきます。会社にね。じゃあ、はい、大丈夫ですかね。はい、それぞれじゃあ早速ラブチェッカーやっていきましょうか。はい、はい、はい。じゃあお二人前にお願いします。よっしゃ。絶対カセットもらう。本当にそう。絶対にもらう。あ、これ。ただいま準備中でございます。すごい、でも本当にお二人が並ぶとお洋服の可愛さが際立って、うん、かわいい。で今日会場の皆さんも本当にお洋服可愛くて、そうなんですよ、ラグウェリに実際にね、あとお洋服再現してくださってる方いらっしゃいますね。ありがとうございます。いいですね、ファッションストリートって感じで確かに。はい、そしたら最初から、あ、メニュー、そうですね、メニューに戻っていただいて、2人でパリ、ここの2番目のラブジェッカーを選択お願いします。振って、お着替え、一回お着替え見ましょうかよし、よし、これちょっとだけ戻っていただいてもいいですか。はい、X でできます。X、あ、X ボタンを押せる方いますか。ここにと噂のアミーゴコーデがっていう名前のがあるはず。パッと見でラブベリーじゃんこれってなるお着替えがあるんですよ。ちょっとパパパパパパと、うん、めーちゃ下に結構下かも。パパ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 パーンと、そういっぱいあるんですよ、アミーゴくんの着替えが。今のかわいい。全然バナナの衣装かわいいな。あったら教えてください。あ、ソニックの衣装があるな。あ、それそれ、こちらに着替えていただいて OK です。すごい、はい、こちら噂のアミーゴコーデとなっております。じゃあちょっとこれに着替えて遊びましょうか。はい、着替えれるんだ。これで戻って大丈夫ですね。はい、 B で押していただいて、散々ね、運動は、準備運動はしたんで。そうだよ、準備運動はね、はい、バッチリで、これで2人でかな。はい、2人でパーティーお願いします。パーリー、ラブチェッカーで振ってプレイでお願いします。あ、すいません、もう1回やっていただいて、ちょっとね、面白かったですね、とんでもないですってできるかな。お、いけたいけた。はい、じゃあ、ボタンを押していただいて、はい、よし、行きます。これは、はい、これのノーマルで行きましょう。はい、よっしゃ、あれ、あれ、なんか違う曲になっちゃった。違う曲になっちゃった。踊れ、どこで、なんかボタン、プラス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 を、あ、曲を選び直しましょうか。
生放送にはトラブルがつきものなのでね。あ、1個上に行っちゃったんですね。はい、それで大丈夫しました。いいえ。大丈夫。危ない。誰も怒る方はいません。ただアーカイブがそっと消えるかもしれないですね。いやー、すごい良かった。よし。じゃあ、ジョイコンを縦にしていただいて、はい、頑張ってください。よし。聞き慣れた。あ、すごい。やっぱりタンバリンやってくれると思ってました。そうですよね、やっぱ叩きたくなるよね。あ、これがラブチェッカーの特有のやつですね、はい、2人でね、同じ盤面を。待って、みんなと違う。そう、皆さんは今ね、あの本当の本家のラブ&ビリーのリズムで叩いてくださってます。さすが先輩だ。あ、確かにコメントにディスコだって書かれてるけど、ディスコと私床のところがすごい、言われてみればよく気づいて。さすが、さすがです、おしゃれ魔女。ジャンプ、ジャンプ。でも皆さんのタンバリが完璧すぎてちょっとすごいっす、さすが。どう、おー、完璧。どうかな、マジでお願い、本当に。あれ、うわー、微妙、めっちゃ微妙。 50% めっちゃ微妙。よくも悪くも、よく悪くも、本当に。お、ね、ちょっと悔しいよね。そうなんだよね。やるなら、はい、じゃノーマルじゃ物足りないんじゃないですか。そうなんです。なんかもう皆さんがプロすぎて、ちょっとうちらが遅れてた感はあったので、うん、ちょっとレベル上げたら皆さんと同じ感じで楽しめるのではないかなとは思います。ハードですよ。ハード、ハードで。さっきクレイジやらせたの誰？クレイジやらせたの誰？じゃあ狂っちゃうか。あれですよ、皆さん本当ガチでやってないです、完全初見です。マジで。じゃあね、もう一回ゲームを出していきますか。はい、すいません、やらせてください。あ、入ってきた。画面が、さあ、お願いします。あれ、これもう始めてる。じゃあもう一度プラスで画面戻っていただきましょうか。曲を選ぶで、私ラブチェッカーのクレイジー、私も見たことないかも。どうやるとかもさ、クレイジーになるんだよ。やばいね、小声で今やばってモグさん言いましたよね。そのやばが出ちゃった。どうかな、ジョイコンを縦にしていただいて、はい、あ、でも動けてる。あ、すごいすごい、対応力が。あ、でもパーフェクト。あ、うまい。あ、逃げた。反応してた。煽り合うのが面白いとコメントでも好評です。お、うまい。その動きうまいですね。あ、これもすごい、すごい、ポーズバッチリですね。ポーズがうまい。やっぱ普段いろんなポーズ撮ってる。おお。ポーズ。間に合った。間に合った、間に合った。めっちゃハートなんですね、これね。すごい。あ、あれ、あれ。ちょっと見なかったことにしましょうか。もうダメ、ご近所さんレベルって。あ、せっかく皆さんも協力してくれたのに。じゃあ、相性 50% だったということで、うん、でそこでしたね。そこそこ、はい、これはまあ、ちょっとね、しょうがないですけどね。ちょっと罰ゲームに突入せざるを得ないということで、はい、罰ゲームの内容ですね、はい、発表させていただきます。はい、今のお気持ちを五七五で表していただこうと思います。何ですかそれは、ちゃんと罰ゲーム。皆さんのうわーって顔がちょっと今出てる。ちゃんと罰ゲームだね。そう、ちょっと求められる。そしたら
そうですね、マイクそうですね。コントローラーを置いていただいて、ああのお兄さんにコントローラー当てせましょうか。ちょっと、あ、今画面に映ったお兄さんが五七五で、どっちからいきますか。ジャムからいい。お、早い。いいだ。え、面白い。面白くないよ。だからさっきやりたいんだよ。だからさっきやりたい。いい。あ、いい。大丈夫ですか、行きますみたいな。大丈夫ですか。大丈夫ですか。BGM 鳴ったままで大丈夫ですか。もしかして行きますって言ったら、あそこの優秀なスタッフさんたちが、一回そういうのがあるんだねって。あー、消えた。消えました。行きます。残念だ、チナププとモグ不仲説。おー、きれー。うまい、うまい、うまい、きれいね。的確な、的確っていうか、あの、うまくまとめた。出してくださいましたね。はい、ありがとうございます。すごい考えてる顔してる。今の気持ちでいいんですもんね。そうそうそう、はい、今の気持ちを素直に。はい、いきます。悔しいな。でも、ラブ&ベリー大好きだ。うわー、素敵ー。ありがとう、まとめてくれて。でも、はい、デモとジャマリー。ラブ&ベリーとで、ね、だいぶおーってなってます。なんでも。でも嬉しいです、大好きだね。はい、嬉しいです。はい、ありがとうございます。罰ゲーム、はい、面白かったです。無茶ぶりにも対応してくださる、さすがでございます。はい、おかけください。おや、あ、コントローラーだけあげる。コントローラーだけ、コントローラーだけ。あ、じゃあコントローラーだけ後ほど差し上げましょうか。やったー。コントローラーだけ欲しいですか。本体ないと何もできない。買えや、いいよ。本体買いいんだ。だいたいコントローラーついてると思う。みんなでできちゃうよね、ラブ&ベリーが。もらえるもんはもらっとこうか。もらえるもんは、ラブ&ベリーが。ありがとうございます。ラブ&ベリーがコントロールできるかな。頭おかしくなっちゃってない。クレイジーになっちゃった。面白いから大丈夫です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。というわけでね、じゃあ改めてここで、はい、改めてですね、サンバでは見事おしゃれ魔女ラブ&ベリーコラボ企画のお知らせさせていただきます。はい、任天堂スイッチ版サンバでアミーゴパーティーセントラル、メタクエスト版サンバでアミーゴバーチャルパーティーにラブベリー楽曲の、ABC で大丈夫が収録されました。ゲーム内の世界アイテムとして、まあ、先ほどね着用しておりましたドレスアップカードピタティガールをモチーフにした噂のアミーゴコーデのセットが登場しております。はい、ぜひ皆さん、まだ遊んだことないよって方はぜひ遊んでみてください。会場の皆さんもですよ。はい、お願いします。はい、ちなみにあの感想など SNS の方に投稿していただいたらとっても嬉しいなと思います。というわけで以上、こちらで ABC で大丈夫ラブチェックのコーナーでした。すごいタンバリンの拍手が。いい音だ。では続いてはこちらのコーナーです。モグさん、タイトルコールお願いします。はい、お宝争奪ラブ&ベリーイントロクイズ。はい、こちらね、こちらですよ、争奪戦ですよ。はい、ここからは今会場にいらっしゃる皆さんに参加いただくクイズコーナーとなっております。あ、びっくりですね、皆さん本当に知らなかったですもんね。サプライズ。なんだって。はい、これからですね、おしゃれ魔女ラブ&ベリーの楽曲のイントロを流します。会場のおしゃれ魔女の皆さんは曲名がすぐ分かっちゃうんじゃないかなと思うんですけれども、あの、分かった方意外とはいと手を挙げていただけますとですね、先着順に当てていきたいと思います。で、正解した方にはなんとプレゼントがございます。めっちゃ、はい、あります。あのですね、バザーンと見せたいところではあるんですが、ちょっとあまりにも秘蔵のグッズなんですね、実を言うと。あの、本当に昔からずっとやってる方はもしかしたらもうお持ちの方もいらっしゃるかもしれないですけれども、結構秘蔵です。まあ、私もありますって言われて、ちょっとえ、これあるんですかってちょっと言ったぐらいには秘蔵なグッズとなっております。なのでちょっと秘密のアイテムとここではさせていただきます。なのでなんですけど、ちょっとね、一旦ここで当たった方には交換券をお渡しするので、はい、そちらをですね、番組が終わった後スタッフの方にですね、ちょっと交換してくださいって私に来ていただけますとよろしくお願いします。はい、お願いします。頑張ってください、
じゃあルール、そうですね、改めてちょっとルール見ていきましょう。スライドドーンとお願いします。はい、はい、おしゃれ魔女ラバンドベリーの楽曲のイントロを流します。楽曲名が分かった時点で挙手をお願いします。挙手がですね、いっぱいあってちょっと誰が一番だったか分かんないなという時はじゃんけんしていただきます。で、当たったらそれで回答終了で、当たらなかったらじゃあ次と当てていきます。正解した方にはプレゼント券をお渡しいたしますので、配信が終わった後受付、スタッフにですね、券を、あ、なんかプレゼントと券がちょっと交換しちゃいましたね交換してください。はい、ということで問題は全部で10問、早い者勝ちとなっております。皆さん心の準備はいいですか？あれ、なんかあんまりタンバリン鳴ってないから準備してみようかもしれない。みんな手挙げるのに準備しだしちゃってるから緊張したかな。じゃあ早速問題に行ってみましょうか。それでは第1問目、これです。はい、早っ。早いなみんな、はい、早っ。ミラーボール大作戦です。正解。早い。あ、かっちゃん、かっちゃん、あ、こっちに点があるのでお渡しください。すごい、よかった。早い。ちょっとこれは壮絶な争いが予想されますね。はい、おめでたい。いや、記念すべき1問目正解おめでとうございます。私も全力で皆さんのこと見るので、絶対皆さん早いと思ってたのでちょっと全力で見るので、あのアピールしてください。私今当ててますって。私頑張って見るので全員分。はい、では2問目に行きたいと思います。行きます。お、お兄さんで。早かった。お兄さん早かったね。これはもう ABC で大丈夫。正解。はい、おめでとうございます。さすが。間違いようがなかったですよね。確かにちょっと簡単だったかな。いやちょっと皆さん強いので、お、こんなになんかいっぱい流さないでプッって。お、1音止め流してみようかなと。1音止めでいきましょうか。思いますので、3問目いきましょうか。それでは3問目いきます。おお、すごい。いや、すごい。お姉さんだな。はい、リボン。正解。はい、おめでとうございます。早すぎる。今の0カンマ1秒で、ね、すごい。すごい。ちょっと歌いたくなっちゃう。あ、歌ってくださってね。もうみんなさすが。あ、コメント欄でみんな早っって言われてみんなガチ勢なんやなってコメント欄で書かれておりますが、はい、そりゃそうですよ。ここにいる人たちはもうラブ&ベリー大好きな人たちなんで ね、うん、ねですよね。もちろん配信のね皆さんも大好きだと思うんですけど、本当に皆さん本当にね長らく愛してくださってありがとうございます。じゃあ次行きましょうか。はい、4問目はじゃあちょっと1音止めでいきたいと思います。4問目いきます。わかるの？一番奥のお姉さんが早かった。キラキラマーメイド。正解。うわ、正解でーす。これは全部一音止めでいいかもしれない。確かに結構皆さん一瞬考えてもでもすぐうってなりますもんね。はい、いい曲だね。私このステージ好きなんですよ。あ、小さい子可愛いですよね。ね、本当に好きな方多いですよね。黒の音色が、ね、黒の音色が聞こえる。切るのもすごくなっちゃいますね。このタンバリンの、あのどこで切るかは完全にあの技術スタッフの采配になっております。本当だな。私が5問目いくよって言ったら多分おとなしく切ってくれると思います。はい、じゃあ5問目いきましょうか。5問目もしかしたら難しいかもしれませんが、これも一音でいきたいと思います。それでは5問目いきましょう。お、上がらない。悩ましい。もうちょっと流しましょうか。お、あれあれ、これは、あ、お、お姉さん、黄色のセレナーデ、どうですか。2
文字、最初の2文字だけ合ってるんですけど惜しい。やっぱこれ難しいですかね。やっぱり難しかったかな。でももう一回イントロだけ聞きましょうか。きっと知ってるはず。おや、これはおや正解者出ずということでコメント欄、コメント欄はね、皆さんの、ね、速さに驚愕してる方あの匿名が一曲も書かれてないですね。そうなんですよ。あ、まあ、ミラーボールだけちょっと書かれてましたね、大作戦。あ、はい、そうですね。コメント書く前にみんなが答えてる。確かに。それはそう。分かる人いらっしゃるかな。いらっしゃる人いたらもう今すぐにコメントしてください難しいかな。じゃあ、一旦長めに流してもらいましょうか。ちょっと正解の音楽流していただいてもいいですか。コメント欄に正解いる。お今のね、あの冒頭で多分分かった方は分かったんじゃないですかね。まあでもイントロクイズですもんねこれどうしますじゃあ分かるまでじゃあ流していただいて、分かった方がいたら挙手で。おやおやあら、アンドロメダってやつは言ってますよ最初の2文字は銀銀。あらららら、ちょっと後で拾います。みんなあれをめがけて誰だ銀河のファンタジー正解はい、すごい、おめでとうございます。回収しますこれすごく難しかったかもしれないです。YouTube の再生数でも ABC とかに比べてちょっと半分以下とかなんで、多分あの上級者向けの楽曲だったんじゃないかなと思います。すごい、コメント欄で分かってらっしゃる方がね2人ほどいらっしゃいましたね。すごい、すごい、いや、さすがでした。では6問目に行きましょう。6問目こちらです。お、早かった。恋の魔法。正解。あー、どうぞーすごいはい、お見事でした。ちょっとね、難しくなってきたかなと思いますが、さすがです、お見事でした。次からはもしかしたらめちゃめちゃ得意な方が多発するかもしれないので、ね、ちょっとまた1問でいきたいなと思います7問目いきましょう。あ、あれは圧倒的に早お姉さんがいらっしゃいましたね。花のワルツです。正解です。はい、正解です。私もう舞踏会大好きすぎて、はい、もうちっちゃい時そこまでたどり着けないことが悔しくて悔しくて、めちゃめちゃスーパーで泣きやめいたことあるんですよ。すごいあの、ね、ミーティング中にもね、舞踏会の曲流してちょっと優雅なミーティングにしようかって案もちょっと実はあったりしました。はい、めっちゃ奏でてらっしゃる。すごいいや、正解おめでとうございます。おめでとうございます。あと何問だ。あと3問です。問、うん、じゃあ次8問目参りましょう。いきます。あ、はい、じゃあお姉さんお願いします。違った、すいません。美しき青きドナウ。ステージは合ってる、ステージは合ってる。惜しいです、惜しいです。みんな多分曲は知ってる、知ってるはず。タイトルが出てこない人がいるのか。 お姉さんが春の声。正解です。おめでとうございます。ズンチャッチャー、ズンチャッチャーですよねワルツの手をね、そすごいみんな叩いてるあれ、はい、ゲストのお二人どうですか、参加できてますか、このイントロクイズ。あ、なんかもう あれ、マイクで、ね、そういえば聞いたことがあるなっていう。そうなんだよね、まあ曲もわかるけどやっぱ曲名までわからないことが多いんで、ね、じゃあ知ってた曲はいっぱいあるかなって感じですかね。全然懐かしさを感じながらわーってなってる。そうなんですよね。あ、
多分ね、あのサビとかの方が多分覚えてるんですよね、あの、その本時代の曲だとね。だからイントロの一音で分かってる皆さん、本当すごいですよ。いや、本当にモッサの集まりです。全然あの残り2問もあのお二人参加していただいて大丈夫ですね。はい、頑張ります。はい、じゃあ残り2問です。9問目いきましょう。いきます。そこの帽子の姉さんだな。雪のサイン、もう一度いいですか。雪のサイン、残念。あ、ちょっと二人目を決めるのにどうしようかな。どうしよう、じゃんけんいきますか。どうしようかな。ちょっと覚えてないかもしれない私。私もに二人、お姉さんだけでも、自信あるよって人。はい、じゃあちょっとどうしよう、私がじゃんけんしましょうか。あ、じゃあかんちゃんに勝った人が回答しましょうか。はい、いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。初期の方お三人、じゃあ三、お三方で次おじゃんけんお願いします。あ、ね、あのコメント欄すごいですね。皆さん多分 YouTube コメント見たら一発で分かると思いますよ。中髪のお姉さんと、あ、そうです。あ、そうですね、いきます。最初はグー、じゃんけんポン。はい、あいこでしょ。あいこでしょ。あ、すごい、お姉さん正解です。はい、おめでとうございます。すごいすごい、確かにコメント欄すごいですね。はい、コメント欄、あのすぐにまた明日ねという曲名が出てまいりました。こちらの曲です。正解おめでとうございます。はい、おめでとうございます。あとなんと1問、そうですね、あのラスト1問ちょっとすごい簡単かもしれないので、もうちょっとずつチッ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 って流していきたいと思います。皆さんよく耳を澄ませて聞いていただければなと思います。ラスト10問目こちらです。わあ、すごい、ね、はい、お姉さん、街で噂の正解です。はい、おめでとうございます。最後にね、サービス問題を。でもこれ、やっぱ皆さん好きですよね。すごい、めちゃめちゃタンバリンが正確に、あ、踊ってる。あ、踊ってる人が何人かいる、さすが。はい、ではこちらね、イントロクイズ終了とさせていただきます。無事商品獲得した方、本当におめでとうございました。いや、すごかったですね。いや、なんかもうちょっとお通夜みたいな雰囲気になっちゃうんじゃないかなっていうのを懸念していて、いや、もうあの曲名まではいやーみたいなのがこうどん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 って続いたら、ちょっともうちょっと次回からは簡単な問題を用意しなきゃなって思う、ちょっと悩んでいたので、いや、ちょっとついてきていただけて非常に助かりました。さすがでございます。曲流れる前からもうこれだと思ってたってコメントが来てます。すごい、さすがですよね。分かってますね、一心伝心しましたね。いや、よかったよかった、ね、ファンミ組の皆さんの衣装再現率が高いってコメントが来ております。見えてましたかね、はい、配信でね、多分映ってましたね。はい、じゃあ、あの無事商品獲得できなかったお二人、無事どうでしたか。まあまあ悔しいですけどね。まあでも、まあね、あのわざわざ来てくださった皆さんに、特別な商品がゲットできたのは良かったと思います。お二人もね、わざわざ来ていただいてるんですよね。あ、まあお二人にはコントローラーがありますからね。そうそう、全然関係ないんだよ ね、 コントローラーもらえたしね。全然関係ないんだけど嬉しいよ ね嬉しい嬉しい、よかったよかった。はい、ありがとうございます。気を使わせてしまってすみません。それでは次のコーナーに行きましょう。はいはい、あ、私でしたね。はい、それでは、ここでラブ&ベリーについてのお知らせとコーナーをさせていただきます。はい、スライドお願いします。はい、なんと本日からですね、 TikTok でラブ&ベリーのエフェクトが使えるようになりました。はい、これは初情報ですね。ここに QR コード出させていただいてるんですけど、実際にこれ読めるやつなので、ぜひ配信ご覧の方、今読んでいただければと思います。あ、全然会場にいらっしゃる方でも全然大丈夫なんですけど、気になる方はね、まあ、ここでもやります、今から。はい、実際にね、やってみようと思うんですけれども、はい、ね、結構すごいですよね。つながるかな。あ、つながった。映りましたかね。こんな感じ。ちょ、私の、私がちょっとスマートではないため。いい、よいしょよいしょ。お二人
せっかくなので、はい、ちょっとお試しでいかがですか。はい、おしゃれ魔女ラバンドベリーというエフェクトを作成させていただきました。こちらですね、このスペシャルドレスフットヘアのどれかを押していただくとですね、じゃあちょっとスペシャルを押しましょうか。んじゃじゃーん、おー、こんな感じです。可愛くないですか。すごい。そう、カードになるんですよ、皆さんが。うちらがカードになっちゃった。カードになっちゃった。これね、空いてるところにはね、書けるんですよね、すみさんね。はい、上のところにですね、スペシャルアイテムカードの下、文字が本当は入るんですけれども、ちょっとそこを好きに自分の思うままの、タイトルを入れていただいて、ラッキーカラー右下もですね。あ、チラフさんありがとうございます。気が利く女だなぁ。あ、ごめんなさい、ちょっと失礼しました。これこれ、はい、 そのラッキーカラーをですね、好きなものをちょっと文字で入れていただいて、思い思いのカードをですね、自分でちょっと作成いただけるエフェクトとなっております。かわいい、かわいい、かわいい。あ、コメントでもかわいいって言ってくれた、くださってる方が多いですね。ありがとうございます。あ、検索でここの QR コード読んでいただければすぐに出るようになっております。はい、じゃあちょっと画面オフしていただいて、少々お待ちくださいね。これね、あのぜひ、あの今日からなので、あのクリスマスのコーデとかを皆さんぜひあの TikTok で撮っていただいて、めっちゃいい、それは。思い思いのコーデの名前とかをつけていただいて投稿したりすると可愛いんじゃないかなと私は思っております。あ、もちろんね、あの今日企画来てくださってる皆さんには今日のコーデでぜひ投稿していただければと思います。スペシャル以外ですと、ちょっとドレスまたやってみましょうか。じゃじゃーん、枠が緑になります。なのでちょっと撮りたい、お洋服をメインに撮りたいなっていう時はこのドレスの枠選んでいただくのも、あ、終わっちゃった。よろしいかなと思います。他にもフットヘアありますので、よければ皆さん今日たくさん写真撮れるスポットがあるので、あの活用いただきながら撮っていただければなと思います。じゃあエフェクトの画面は閉じちゃいましょうか。はい、はい、でお二人ご協力いただいてありがとうございました。はい、ぜひ皆さん試していただければと思います。はい、では続いて告知させていただきます。ですね、今一部ロフトの店舗で、今年の夏に開催しておりました、おしゃれ魔女ラブ&ベリーおしゃれ魔法カフェのグッズが買えるミニグッズショップが期間限定でオープンしております。はい、販売店舗はスライドに記載してございあります、3店舗となっております。梅田ロフト店、神戸ロフト店、吉祥寺ロフト店の3店舗となっております。すでにあの梅田ロフト店の方は販売開始させていただいております。もし追加でね、欲しい、夏に買えなかったっていう方はぜひこの機会でグッズ手に取ってみてください。結構ね、今日会場にお越しの皆さん、身につけてくださってる方多くてですね、そのグッズのね、ありがとうございます。前髪ピンとかもすごい可愛いですよね。そう、私もすごい目に入ってました。あ、可愛い。私も毎日家で愛用してます。あ、結構多いですね、前髪ピン使ってくださってる方すごいいっぱいいる。あとね、あの靴紐をつけてくださってる方もいらっしゃいますね、うん、はい、アクキーとかも皆さんね、あのバッグにたくさんつけてくださってるなって思いながら、はい、拝見しておりました。ぜひ気になる方行ってみてください。はい、はい、最後に改めてですが、ちょっと、ニンテンドースイッチ版サンバでアミーゴ、パーティーセントラル、メタクエスト版サンバでアミーゴ、バーチャルパーティーの改めての、告知をさせていただきます。ダウンロードコンテンツかわいいミュージックパックに、ラブ&ビリー楽曲の ABC で大丈夫が収録されました。はい、始まったね。ゲーム内の着せ替えアイテムとして、ドレスアップカードピタティガールをモチーフにした噂でアミーゴコーデのセットが登場しております。皆様よろしければぜひ遊んでみてください。はい、お願いします。
はい、では最後にですね、X の方で事前に募集をさせていただいておりました皆様からのファンアートをご紹介させていただきます。私このコーナー大好きです。そうなんですよ、本当に毎回あの熱いファンアートたくさん寄せていただきまして、すごいもう心苦しい思いでもあるんですが、やっぱ番組内でちょっとご紹介できるのは一部だけになってしまうので、ちょっとね、選ばせていただきました。で今回テーマがクリスマスとお正月の2つのテーマで募集をさせていただいておりました。ではご紹介させていただきます。まずはこちら、はい、クリスマスのタンバリン、かわいいですよね、すごいタンバリンもシャ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 、すごいいいわね、クリスマス、あと金河新年って書いてあるね、あれか、はい、あれ年賀状か、ね、年賀状このもらったらね、すごいね、嬉しくなっちゃう、ね、書いたよっていう人言いたりします、どうだろう、コメント欄の方に、あとはこの場にはいらっしゃらないかな、うん、ぜひあのご覧くださってたら、ぜひ私ですってこうねコメントで主張してくださると嬉しいです。はい、もしかしたらなんか別の何かがもらえるかもしれない、別の何かそうそうかな、別の何かはい、では次のここ、スライドお願いします。はい、こちらご紹介させていただきます。え、もしかして、そうなんですよ、あのみちゃさん本日ねお越しくださってます。かわいい年賀状イラストありがとうございます。すごい、あの、私も泣いちゃう、あの、私、あの、すごい素敵なイラストありがとうございました。でクリスマスの、ね、イラストもすごい可愛いですよね、あのすごいもう見てて幸せになるような色使い、すごい素敵だなと思って選ばせていただきました。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。喜んでいただけると嬉しいです。はい、じゃあ最後ですね、次スライドお願いします。はい、こちらの2枚です。来年がね、8月だから、もう来年の話してる。やばい、信じられない。はい、もういつ寝るとですよ。年賀状風に2つ書いて、年賀状風って多分クリスマスカード風に書いてくださったのかな。はい、すごい可愛いですよね、色使いパステルで、はい、素敵だなと思います。はい、あ、やった嬉しいですって方がコメントにいらっしゃる。おお、あ、ということはコメント欄に、あ、作者様が、ありがとうございます、本当に素敵なイラスト、毎回皆さん、はい、本当にありがとうございます。はい、本当にあのここでご紹介したかったイラストばっかりだったんですけれども、あの改めて、今回応募してくださった皆様本当にありがとうございました。実は、ね、定期的にこちらのコーナーは、あのファンアートのコーナーは設けさせていただければと思ってますので、ぜひあのこの機会に書いてみようかなって方いらっしゃったら、あのスタッフ一同本当に嬉しくあのファンアートを見させていただいておりますので、ぜひご応募いただけますと幸いです。はい、はい、さあ番組もエンディングとなりますが、はい、早いですね。はい、早いですが、ゲストのお二人本日いかがでしたでしょうか。めちゃくちゃに楽しかったですね。すごい楽しかったね。ゲームはもちろんなんですけど、うん、なんかもう皆さんのラブベリー愛がすごくて、本当ですよ、ね、ちょっともらい泣きしそうになったもん、ね、本当にね、もうでもイラストも素敵だしね、本当にね、みんなのあったかい空間ですごい、ね、愛が伝わってきました。楽しかったです、そんな場に参加させていただいて、ね、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。なんかお二人から何かこの場を借りて告知したいこととかあればぜひ。告知、はい、なんか一緒にじゃあそうですね、今度1月の7日にオフラインイベントとか、まあ、ライブ会場でイベントをするんですけど、リリースイベントだっけ。そうですね、その曲の楽曲のリリースイベントを、まあ、もう一人私とモグと、もう一人 VTuber の友達が3人で一緒にイベントをやるので、もしよかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。すごい、それはどちらとか決まっているんですか。まだ渋谷ですね。おお、近い、はい、渋谷、ラブベリーの聖地と言っても過言でもないような。ワンコ待ってる。あ、ワンコが待ってるかも。ダンス、あのステージの上でダンスをね、歌ったり踊ったり、ね、わあ、すごい、タンバリンとか使っちゃおうかな、これ使っちゃおうかな、怒られるかな。あ、じゃあもう一個タンバリンを私して3人で3人で、確かにそうですね。でももう一人 VTuber なんで、あ、音だけね、音だけね、音だけね、3人でね、たまに使えたらね、ちょっと使いたいなと思います。私たちは大歓迎なので、ありがとうございます。よろしければ、ありがとうございます、お願いします。 SNS もそうですね、はい、よかったらあの TikTok、インスタ、Twitter、YouTube いろいろやってるので、なんか一番好きな SNS にぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ぜひお二人の方もお願いします。お願いします。
はい、左に同じく私も SNS 全部やってるので以下同文でよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今後のですね、イベントやグッズなどの情報は、公式 SNS やホームページにアップしていきますので、ぜひぜひ、チェックしてください。はい、皆さんいかがでしたか。今回ね、私たちちょっと生でやるの初めてだったので、結構うまくできるから緊張するなって思いながらちょっとやってたんですけど、お楽しみいただけましたか。大丈夫ですか。あ、よかった。サンバリありがとうございます。サンバリ、サンバリの音が。あの、要所要所で皆さんの笑顔に助けられながら私は今日 MC させていただいたので、すごいこっちも幸せにいただけましたし、本当に楽しんでいただけてたら嬉しいです。はい、では、いよいよね、2023年も終わりが近づいてまいりましたということで、あと1週間ちょいですもんね。早いですよね、本当に、ね。はい、というわけで、来年はですね、いよいよラブ&ベリーが20周年を迎えます。おめでたい、はい、めでてめでて。はい、我々20周年に向けて今年以上にますます盛り上げていきたいと思っておりますので、引き続き皆さんにもぜひラブ&ベリーを応援していただけたら大変嬉しいです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。最後はハッシュタグラブ&ベリー今週のラッキーカラーをつけて、X に投稿していただいたスナップを流しながらのお別れとなります。ご視聴いただいた皆様、コメントの皆様ありがとうございました。そして、今年もラブ&ベリーを応援してくださり、本当にありがとうございます。はい、それでは、本日こちらで成長編集終了となります。本当にありがとうございました。良いお年を。良いお年。